朝から晩までしないと、何から何までしないと、あなたも私もしないと、ちゃんとしないと、しないと、朝から晩までしないと、何から何までしないと、これから始める、ちゃんとしないと。青森はい、こんにちは。こんばんは。はい、本日も生放送で始まりました。ワイズバンクプレゼンツ、ちゃんとしないと。13回目の水曜日。わかりにくい。ジェイソンだぞ。それ金曜日だからね。はい。張り切っていきましょう。はい。はい、今日も、ヒロシと、まさきと、徳ちゃんと直しで、直しいるね、今日。はい。お送りします。皆さん、今週もちゃんとしてましたでしょうか。はい、いいね。はい。で、またのりちゃんからまたメールいただいてますよ。あの、前回のまもるくんとパパイヤの話題があまりにも起きて電車の中なのに思わず笑ってしまいましたということで、うん、よかったね、ちゃんと笑ってる。はい、今日も笑っていただけるように頑張っていきたいと思います。はい。ね、そういえば登録少ない Facebook ページをご覧の皆様はお分かりかと思いますが、我々、ちょっと直しはまた参加してないんですけど、3名でちょっと広島の方に、まあ、僕が結婚式で帰るのになんかついてきた感がね、あるんですけど、行ってきましたね。はい。いや、はいじゃなくて、なんかあるでしょ。どうでした広島。いや、雪降ってましたね、雪。そう、スノボしましたね。うん。ね、うん、ただただくの字で、ただ降りてくるっていう、すごいスノーボーディング見ましたけど。すいません。でも次の日すごい筋肉痛でしたね。筋肉痛でしたね。うん。ね。うん。いや、うんとかじゃなくて、なんか乾燥ちょうだい。いや、マイナス4度。ああ、だったかね。雪も降ってたしね。うん、すごい。トンネルも長いし。トンネル3キロとかね。うん。2キロとかね。うん。まあ、道も雪降ってたけど頑張って行きましたね。うん。ぜひまた。まあ、でも広島意外と雪とかスキー場あるって分かったでしょ、うん、そうですね。まあ、それだけでも。知らなかった。近いしね、そして1時間30分、2時間弱だね、ちょい、うん、はい、つくんで、うん、ぜひ広島に皆さん行ってみてくださいということで、はい、いいですか。はい、どうぞどうぞ。いきますよ。週刊ちゃんぽはい、そういうわけで、うん、おなじみのコーナーですけど、ラジオまでの1週間の新聞記事に掲載された出来事を、ヒロシとマサキでピックアップしてお送りしたいと思います。ということで、早速。はいはい。いきますよ。3月1日、タイムス経済面からですね。原発被災地出港志願の2年目へということで、5年前の東日本大震災当時から被災地入りし、今も原発事故避難者と向き合っている沖縄県警の警察官がいると。峰井巡査長、30歳は、自ら志願し、昨年4月から福島県へ再び出港していると。で、まあ、仮設住宅の巡回や、帰宅困難区域をパトロールする任務は5年前と変わらないと。被災地を風化させてはいけない、沖縄に戻ったら現状を伝えたいと力を込めるということで。これどうですか。ちゃんとしてる。ちゃんとしてますね、30歳。うん、すごい。素晴らしいね。すごい。志願して出航するっていう。うん。まあね、まさきも、宮城だった？そうですね。まあ、宮城と岩手と、うん。計2回ほど、行ってますけれど。うん。うん、いやでも、やっぱ行動を起こすっていうのが、うん。やっぱり、あの時、まあ、行ってた方が良かったって言ったらあれだけど、うん。もう全然違う。まあ実際見るのとね、想像を絶する世界なので、うんうん、最近やっぱテレビでも見たけど、今逆に今になって、うん、そういうこう溜まってたものがこう出し、まあ、特にちっちゃい子とかも学校にまだ行けないとか、うん、こう溜め込みすぎてこう結構ストレスになったりとかって言って、うん、まあそのハードというかね、うん、物理的なものだけじゃないこのものソフト面、そうまだまだ、うん、時間かかるのかなというところですけど、結構お家も作ったけども入居しないっていう、うん、まあ、結局遅かったとかあるみたいだし、うん、いろいろ大変だけど、まあ、うん、まあどんなきっかけでもいいんで、うん、被災地のことを考えたり、うん、まあ触れたり、うん、まあよく前出の前出って
前でっていう言い方一度言いたかったんだけど、まあのりちゃんも仕事で結局ね化粧品のあれでよくあの融資を募って向こうに行って、おじいちゃんおばあちゃんだったりあの化粧して無料でねあの帰ってくる、まあ日帰りだったか一泊するか忘れたけど、やっぱりみんないろんな活動してるんだなっていう。そうだね、すごいなと思います。まあぜひまたね、その戻ってきた時にはいろいろ伝えていただきたいなと思います、ということで、いい話でしたね。はい、次、3月1日琉球新報社会面から、卒業式の日に訓練、米軍宜野湾市に通知ということで、これは宜野湾市の米軍キャンプ付け欄内の米軍病院は29日県立高校で卒業式がある1日に米軍ヘリによるタッチアンドゴー訓練を実施すると宜野湾市に通知したと。で、訓練は1日午後1時半に開始予定で、近隣の普天間高校では午後2時頃まで式典の開催を予定していると。で、県の教育委員会は2015年12月11日付で、まあ飛行訓練なので卒業式の進行に支障をきたさないよう午前10時から正午までは米軍機の運用を控えるようを協力依頼していったということで、これどうですか？ちゃんと！ちゃんと！ちゃんとですね。まあこれ一見、はい、またこの基地問題っぽく、うん、まあ新聞社さんは書いてるんですけど、はいはい、まあ、よーく読むと、はいはい、今のちゃんとは、はい、まあ、教育委員会になんですけどね、実はね、はい、教育委員会は去年の12月の時点で、うん、朝10時から、うん、浜田省吾まで、はい、はい、はいじゃないでしょ浜田省吾ではないですね、あの省吾まで、はい、自粛してくださいと、はい、ちゃんとお願いしてお願いしてますね、米軍側も分かったと、うん、だから1時半から始めてるわけです。そうですねちゃんと守ってますよね。別になんか最初からだから2時までそうだね4時間そうだね訓練しないでって言えばよかっただけさ、うん、まあ確かに確かに、まあまあその日にやんなよって言われたらそうかもしれんけど、まあ一応通達通り守ってやりますよっていう話ではあるからね。そう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 、まあ、確かにこれ意外とパッと読んじゃうと、うん、なんだよって話ね、卒業式やんなよって話だけど、あとあと後ろの方にポソッとね、そうそうそう、証拠までお願いしてましたけどみたいな、すごい弱く書いてるでしょ弱い、最後ふわってなってるでも普天間高校、まあ僕卒業式、うん、普天間だ、卒業は普天間卒業したんですけど、うん、懐かしいね、もう16年18年前、失礼しました。そうだね、もう17歳の時だからね。もうまあラジオだから何言っていいか分かんないんだけど、うん、まああの頃はその卒業式終わったら、うん、またスーツに着替えて、うん、そのまあ、今ないんだけど、ピラミッドっていうディスコなのか、はいはい、クラブで、はいはい、まあ、パーティーする、うん、あの時先生たちも来たから、おなんかね、お酒飲んだか飲んでないかちょっと覚えてないんですけど、飲んでたとしたらちゃんとだね、これ飲んでない、飲んでないけど、懐かしいの、最後朝この10名ぐらいでその後半に出てくる、うん、わーおなホテルに10名ぐらいで泊まって、何もなし、何もなし、え、ピラミッド行ってピラミッドにもならないし、ホテルに行ってホテルで組体操もしてないし危険だからね、組体操は危険だから、禁止されてるからね、まあそういう思い出も。でも本土も3月1日なんですよ。うん、ちょっと記憶にないけど、ないんだ、沖縄ちょうど桜がこう満開だ、3月1日って、はいはいはい、なるほどね。で向こうは逆に入学式がこう、そうだね、もうなんか桜のイメージ、桜がしかもこう、ま、うん、はいはい、桜舞い散るなんとか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 全部なんとかだけど大丈夫っていう結名詞だったかな。だから沖縄の人って、うん、まあ県外に大学進学する人っていうのは、うん、卒業式で桜を味わって、うん、また入学式でも味わえるわけよ、うん、まあ東京とかだったら2倍美味しいシステムになってる、そうそうそう、桜2倍の方式ね、そういうのそういうのあるね。でも本当に向こうの花びら綺麗だよね。あのもう全然違うよね、ボタボタって落ちるのとは違うし、そうだね、まあ、ぜひ見たことない方はそのね、ちょっと4月そういうシーズンに行ってもらいたいなと思います、うん、まああんまこれ伸ばしてもしょうがない、あ、すいません、はい、伸ばしちゃいました、まあ、まあそういうちょっと見方を変えればっていう話でした、はいはい、次、3月1日琉球新報社会面、7歳で安山十段、島袋小1年、あざまさん、全国最年少を更新ということで、
1月31日の全国珠算教育連盟主催の第371回安山段位検定試験で、北中城の島袋小1年生のあざまのあさんが、安山最高位の10段に合格。これまで7歳1ヶ月の埼玉県児童の合格が全国最年少記録だったが、あざまさんが7歳0ヶ月で記録を更新したと。あざまさん、合格できてとても嬉しい。次は珠算10段を目指して頑張ると目標を掲げるということで。これどうですか？ちゃんと知ってる？パッツー！すごいね。すごい。全国ナンバーワンだから。すごいよね。なったことある？全国ナンバーワンとか。ないけど。でも俺、あ、まあまあ、ね、あ、なんか、ある、あの、あ、いえ、Google 検索1位とかは持ってるよ。ああ、そうだね。ヨシケ由来とか。ヨシケの由来を調べてブログにアップしたやつね。そうそうそう、電話してね。懐かしいね。でもすごいね。どんぐらいすごいかってわかる？これ。いや、まあ、確かに。4桁の掛け算とかやるんだよ。そうだね。暗算10段は4桁の掛け算、8桁の割り算、見取り算などを3分で40問ずつ解くと。もう1問4秒半ぐらいで解くんだよ。うん、すごいね。1円なり2円なり3円なりってやるでしょ。1円なり2円なり6や。俺できんけどできるわ、それぐらいだったら。ペースが遅い。殿のおなりは？いやいやいや、わかんないよ。わじゃないよ、本当に。どうせ。お前2級だな。ラジオ2級だな。すいません。まあでもすごいね。うん、まあ、うちの娘もそろばんやってますけど、長女はもうやめるというね。5級でやめました。でもすごいよね。うん、小2の子もね、僕と暗算張ってたもんね。うん、ああ、うちの次女ね。そうそうそう。やっぱ。ちょ、悔しかったな、あれ。やっぱこの子はもう、すごい。何やっても多分、もう、いいとこまで行くんじゃないでしょうかね。うん、でも暗算ってなんで暗い算数って書くのかね。ああ、確かにね。明るい算数、メイザンみたいのないのかね。ああ、なんかあれじゃない、考えてるときなんかこう暗いかじゃん、こう。うん、ってなるかじゃん。あ、そうなの？わかんないけど。あ、確かに暗算由来で、あ、この1位取れるの。オッケー。ブログ書きます。じゃあ調べます。ということで、まあ、すごかったですね、という話で、はい。頑張ってください。はい、続いて。2月26日、琉球新報社会面から、うん、給食費未納8101人。これは、2014年度の県内小中学校における給食費未納者数は、前年比894人減の8101人で、未納金額は約、2260万円減の約1億8600万円となり、人数金額ともに減少したと。なんだけど、まあ、近年未納者数、金額ともに減少傾向にあるが、児童生徒数に占める未納者数の割合が全国平均は 0.9 から 1% であるのに対し、沖縄 5% 後半から 6% 台と依然として高いということで。これどうですか？ちゃんと考えよう！ちゃんと考えよう。新しいパターン出たけど。確かにね、ちょっと、まあ、減ってはいるけどって話だよね。でもこれちょっとね、前なんか話してる時に直しが、うん、あの結局クラスに2人ぐらいいるらしいよっていう話になって、うん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 、ね。ね。そうですね。うん、そうですね。俺が話すんの？で、まあ、給食、これ、まあ、どっちの話だっけ、で、それ以外に、うん、例えばテストとか。あ、テスト、教科書、教材とかね。ああいうのも実は学校って買ってて。うんうん、結局未納になる恐れがあるから、うん、少し安いテストを買ったりしてるってい う、うん、そうだからね、現場の声を聞いたもんだから。そうだね、確かに。ちょっと、まあ、びっくりというか、そういうのがあるんだったらやっぱりね、自分の子供にはいい教材使ってほしいから、うん、なんかできることあるんじゃないかな、うん、みたいなね、うんうん、ちょっとこれは考えないといけない。うん、まあ、結局、給食費払えんってことは多分教材費も苦しかったりとか、うん、まあ、そういうのもあるから、うん、うん、まあ、特に教材に関してはもう教育に直結するからね、うんうんうん、まあ、そういうのもちょっと考えて、じゃあどうすんのっていうところまでちょっとね、うん、ね、未納者数こんだけですよ、はい、終わりじゃなくてね、うん、
まあ、どうするのかっていうところを含めてちょっと考えます。これはもう今日出せません。はい、ということで皆さん見直しますアイデア見直アイデア見直出ましたね、はい、じゃあちゃんとあの利子つけて返してください、はい、ということですいません。次、2月26日新報経済面、青森県外へ共同配送、県酒造組合物流コスト2割減狙うということで、県酒造組合は25日に県外へ出荷する青森の共同配送を始めたと。で、倉庫や船を共同利用することで物流業務の効率を高め、3年間で物流コストの約2割減を狙うと。で、組合の玉那覇会長は共同化することによってコスト削減を狙い、県外出荷の市場開拓につながっていくと意気込みを語ったということで、これどうですか？ちゃーん！ちゃんと？ちゃーんと！まあ一見良さそうな話ですけど。いや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 ですか？まあ。これまあ、これまた長くなるけどいいの？途中で切ります。あ、切りますね。はい。はい、これまあ、毎、何度か、ラジオでもお話しさせていただいてるんですけど、うん、まあ、5年に一度、うん、それ青森とかビールの酒税、うん、軽減を延長してくださいと、うん、もう8回目か9回目かは、ね、ラジオでもお送りしますね、これ。忘れてますけども、はい、戦後からずっとやってますと、はい、でこれちょうど2011年、うん、もう同じような記事が実はあるんですよ、うんうん、全く同じこと言ってるわけですその時やってなかった。その時も共同センター作ってコスト減らしますと、うん、でもじゃあ記者がいつやるんですかって言ってもうんうんうんって言ってるわけで、実際5年間やらなかったんだよ、うんうんうん、すごくない？すごいね。改めてってことだね。じゃあこれでまた今頃また、まあ、今回は25日から始めたって書いてるから、まあ、実際やったんだろうけど、うん、なんで今頃やるの、うん、とか、うん、5年前もやるって言って、うん、じゃあなんで5年間やらなかったのか、うんうん、っていう、ね、その辺には一切触れられてないですね。アピール感があると、うん、ちょっとあのじゃあもうそんなんだったらもう青森もう飲まない。え？もう青森飲まないかもしれない。飲まんのかい？うん、いや飲むんかい？飲まんのかい？飲むんかい？飲まんのかい？飲むんかい？飲まんのかい？飲まんのかい？やっぱりじゃあこれあ、あれそう、黒切り、うん、黒切りなら黒切り飲むんかいやっぱ練習しないと難しいな、これ。そうだね、ちょっと練習しますまたやるんかいということで、まあちょっとね結構今あの青森業界の話は結構僕らの中でホットなんでもうこう本当に全く同じ記事が2011年出てます。はい、ちょっと調べてみてみますし、またこれあれだよね、またちょっと税金も突っ込んでんだよね。はい、3分の2 2500万。タイムスには書いてあるんだった？タイムスはちゃんと金額も載ってて、うん、分かりやすかったんだけど、うん、新報さんはまあ数字が出てない。まあそうだね。なんでだろう、なんでですかね。まあいろいろ捉え方あるということで、はい、ちょっと時間もあれなんで、はい、最後、爆破予告トラブルなし、那覇市100施設を一時閉鎖ということで、那覇市長への爆破予告があった26日、市は午後2時半から本庁庁舎など関連施設を一時閉鎖したと。で、不審物は見つからずトラブルもなかったが、周辺の一部市道では交通規制が敷かれ、警察官が巡回。2000人を超える市職員らが県議会前や県民広場に避難するなど、現場は一時物々しい雰囲気となったと。で、午後4時からは業務を再開したということで、これどうですか？ちゃんと！ちゃんとだね。今ちょっと。これあれだよね、あの、一回どっかで会ったやつの人は逮捕された後の話なんだよ、これ、ね。うん。まあ。ちょ、これだ、なんか取材してきたでしょ？あ、取材、あの、そうそう、まあ、これ、うちらの取材能力がすごいんで、あの、予告する人にちょっと、うん、あの、見つけました。見つけてちょっと取材したんで、うん、ちょっとまた聞いてもらいたいなと思うんですけど、うん、いいですかね。お願いします。聞こえないな。入ってるの？ラジオにこれ。
ってないでしょ。入ってない？多分入ってないでしょ。入ってない。入ってない。あちょっとこれ来週お届けします。ほら、もう来たよ。ほら、入ってない。放送事故。入ってます。放送事故発生しました。ということで、すいません。はい、ということで、すいません。入って、あ、聞こえなかったということで、聞こえなかった。すいません。ちょっと、放送事故だったんですけど。ちょっと時間もしてるんで、はい、一回 CM 行きます。はい。はい。なんでかな。突然こっちが出る。すいません。これ音が入った時にこっちが光るんですよ。シグナルってところが。あ、入ってなかった。光ってないってことはもう入力が入ってない。来てないってこと。今ライン入力を下げてみた方がいいですか。下がってたからってこと？相当がっかりして。だって俺イタさん入ってないよって。でもこっちには聞こえてたからこっちからですよ。そうだよ。ああそういうことか。なんでかな。刺してたのに？刺してでもこっちから。おかしいね。また感じ取らんかったのかな。また事故って。最短事故超長いでしょ今までで最長事故あれおかしいね悔しいもう流したホテル流さんでえホテル流さんで流したまた事故起こるかもしれんからこれ終わりあと8秒あれ終わるこれスタートこれで終わるまさきちょっとちょ3分ぐらいしかないもういいよどこれやったらこれ2分半じゃない、はいすいません完全にパニックしてますけどとりあえずコーナー行きましょう。はい。一回。はい。まさきのちゃんと狙い撃ち。ということで。はーい。今日何人狙い撃ちますかね。今日も冒頭から熱くなってましたけど。うん、いい。はい。ワッターバストって、まあよく僕、戦いを挑んでるんですけど。ね、はい。まあ、ワッターバス新聞。うん。第9号っていうのが3月1日付で出てるんですよ。うん。うんうんでワッターバスと大いに貢献増えています、うん、バスの乗客数っていうグラフがあるんですけど、うんまあ後であのネットでは流すんだけどさ、うん平成24年が2420万人、うん、2420万人バスに乗った、はいはい、で平成25年が2609万人、うんうん、100何万人増えたってこと、うん、で最後平成26年に2612万人、うんまあ、たった2万8000人しか増えてないんだけど、うん、この絵がさ、うん、上は人が4人いるわけ、うん、で次7人、うん、で最後9人いるんだけど、うんうん、これ絶対割合的にももうすごいおかしいわけよ確かにおかしいよね片や100万人以上増えてる189万人増えて、うん、このグラフの人の絵は3つ、うん増えてるから、うんうんまあ、この人1人60万人ぐらいだとするべきさ、うんうんうん、で今度平成26年になったら2人増えて、うん、120万人増えたと思ったら、うん、たった2万8000人だマジかこれ絶対先生に怒られるよこんなグラフ作ったらこれは0点だねこのグラフはねまあまあだから何って話ですけどいやなんかでもさ、うん、そういうのをこう無理にアピールせざるを得ないぐらい実感がないってことでしょでしょ普通こんなん出さんでも増えてたらわかるさ、うんうん、ね。なんだかな何の話するんだったっけ知らんけどそれで以上まあまあまあいいですワッターバストさんが また予算来年取ってまた同じ会社が印刷したりすると思うんですけど、うんうん、やっぱりこのカープールレーンもどうにかそうだね今僕も頑張って照明集めてますけどありがとうございますいえいえそういえば取材行ってきましたよ昨日、ねうん、琉球新報さんにあいえそれ出したらダメだえ掲載されるかもわからないまさかの幻で終わるかもしれないそうそうそうまあでもまあねこういうの知ってもらう、うん、いい機会になって明日かな、うん、今度だから、ね、ワッターバストのバス、うん、前も話したかもしれんけどこのバスも遅延証明出した方がいいわけ。そういう前向きだね。うん、確かにね。そうすれば、うん、バス乗って遅刻しても OK さ。OK、うんうん、って言ったらあれだけど。うん、まあまあ、ちゃんと正当理由になるよね。うん。で、うん、昔バスの、あ、これ喋ってていいの、うん、ずっと。うん、もうあんま良くない、ね。あ、ないね。実はもうバスの一台一台に送れるわけよ。このメッセージって。はいはいはい。あんた遅いよとか。はいはいはい。だそこでもう遅延証明、うん、事故が起きてるんで確定ですと、うん、遅延証明渡していいですよとかメッセージを送れば、うんうんうん、乗客が求めれば渡せるさ、うん、だからまだまだバスは進化できると思うのでそうだね、
まあ、バスがどうとかの話じゃなくてね、うんうん、やっぱり、まあ、利用する人は知ってもらえないなっていうところ、全然していいとは思うんですけどね、はい、まあぜひこれどこに入っ新聞に入ってたのかな、あ、なんかポスティングされてるみたいですよ、はい、もしちょっと入ってたかなって方はぜひちょっとこの人のグラフをあの、うん、計算してください。絶対合わないから、おかしい、はい、おかしいということで、今日はワッターバストをちょい切りちょい狙い撃ちということで、そうです、もうさっきの放送事故の余波がずーっとこう、はい、とりあえず CM1 回いきます、はい、はいはい、CM お願いします。先輩、来週の接待なんですけど、いいサプライズ見つけました。単身パッと来ると言って30分なんと13,000円で歌三振の人が来てくれます。いいね、今すぐ手配して。単身パッと来る、続きはウェブで、はい、はいはいはい、恒例の、うん、このコーナーいきます、はい、大人のホテル情報、わー、はい、10時15分現在大人のホテル空き情報いきますよ。ウォーターホテル、安心してください、10室以上空いてます、わー。続いてホテルエンゼル、安心してください、結構空いてます、わー。最後かくれんぼクラブ、安心してください、だいぶ空いてますよ、わー。だいたい空いてるねこれもうずっと空いてる、ずっと空いてるね。一回あったけどね、一回だけ満室あったのにな、くそ。どうしようかな、もうちょっと盛り上げていこうか、うん、あのもっとホテルで何するみたいな話、あ、そんな話できないなできない放送お送りできないから ね、はい、ということで、はい、ちょっと放送事故もありましたけどまあこちゃんとまだやっぱ13回目の水曜日だからね、そうね、なんか起こるっていうことでね、皆さん運転気をつけてください、はい、じゃあちょっともう時間最後なんで、まあ、あの昨日卒業式ということで、うん、今日はちょっとそれにかけた曲でお別れしたいなということで、グラジエート、グラジエート系でいきたいと思います。グラジュエーション、それでは聴いてください、岡山雅樹で卒業。マリコさん、どうしたのかに芝生の上吸い込まれる空、幻とリアルな気持ち感じていた。チャイムがない教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。